火星暦166年5月第7木曜日、私はここにいました。後にいくつかの伝説の主人公となる人々と共に。しかし私たちは自分たちがどのように評されることになるかなど気にもしませんでした。私たちはただ懸命に生きていたのです。自分のために、そして仲間たちのために。このガラクタ野郎が、おとなしくしてりゃいい気になりやがって。クソ、誰、てめえらなんか俺一人だってな。うるさいよバカ、もう少し辛抱しな。ああ、もう少し、もう少しで、あとどれぐらいだよ。私が死ぬわけないでしょ。バカの、ぶっちぎるとこんな風かどっちかはっきりしてるね。あの日、索敵に出ていた二人は敵部隊と鉢合わせしてしまいました。その彼らに私たちは敵を連れて戻ってこうと指示した後、一切の応答を絶ってしまったのです。ご苦労ご両人、袋の口は閉じた。あとは好きに暴れてくれ。言われなくたって。で、ご両人って誰のことよ。ヤッホー、ガラクタども、借りは倍返した。ったく、ポッカンバカ。